アンドレ・ジャマール・ド・ラモンドはアメリカ合衆国ニューヨーク州マウント・バーノン出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズに所属している。ポジションはセンター。高校時代は U-17 アメリカ代表に選出されブラッドリー・ビールらと共に世界選手権で優勝。恵まれた体格でガードの選手に引けを取らない総力で次世代のドワイト・ハワードと騒がれ。 一時は全米ナンバーワン選手に上り詰めるなど将来の NBA ドラフト1位候補として期待されていた。学業も非常に優秀で主席での高校卒業も期待されていたがレブロン・ジェームズが主催するジュニアキャンプに招待された際にレブロンに気に入られ NBA を目指すことを勧められコネチカット大学に飛び級で進学。1年生終了後 2012年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2012年の NBA ドラフトにおいてデトロイトピストンズから全体9位指名を受けた。2012から13シーズンライジングスターズチャレンジに選出されたが背中の疲労骨折により欠場を余儀なくされた。2013年3月14日 NBA オールルーキーチームのセカンドチームに選出された。 2015から16シーズン4度の延長戦にもつれ込んだ2015年12月18日のシカゴブルズ戦でドラモンドは33得点21リバウンドを記録。1990から91シーズンのデニス・ロットマン以来の30から20を達成し勝利に貢献した。以降 S 級の活躍を見せたドラモンドは NBA オールスターゲームに初出場。 チームを2009年以来のプレイオフ出場に導いた。自身初のプレイオフでは1回戦でレブロン・ジェームズを擁するクリーブランド・キャバリアーズにスイープで敗れた。オール NBA チームに初選出されたこともあって、オフの7月1日には4年1億3000万ドルでピストンズと再契約した。2016から17シーズン、2016年11月19日の ボストンセルティックス戦でドラモンドはドワイトハワードの当時22歳129日に続く NBA 史上2番目の23歳101日の若さで通算4000リバウンドを達成した2017から18シーズンは2018年1月30日怪我により欠場が決まったジョンウォールの代替として2月18日にロサンゼルスのステープルズセンターで行われる オールスターゲームへの出場が決まった。最終的に平均16.0リバウンドを記録し、自身2度目のリバウンドを獲得した。平均16リバウンド以上が記録されたのは、1996から97シーズンのデニス・ロットマン以来となった。2018から19シーズンは、自身3度目のリバウンドを獲得し、平均得点は、自身最高の17.3を記録した。 自身2度目のプレイオフでは1回戦で、ヤニス・アデト君を擁する、ミルウォーキーバックスに、スイープで敗れた。2019から20シーズン、2019年12月3日の、クリーブランド・キャバリアーズ戦では17得点14、リバウンド4アシストもスティール4ブロックの、好成績だったが、あと1アシスト1ブロックがあれば、5-5ズを達成するところだった。 2020年2月6日、ブランドン・ナイト、ジョン・ヘンソン、2023年のドラフト2巡目、指名権とのトレードでクリーブランド・キャバリアーズへ移籍した。トレードに際して、入団から7シーズン半在籍したピストンズから、事前に何も連絡がなかったため、自身のツイッターアカウントで憤りを伝えた。移籍後最初の試合では、自身初めて1試合2本の 3P シュートを成功させた。 2021年3月27日にキャバリアーズとの契約解除に合意し FA となった。2021年3月28日にロサンゼルスレーカーズとシーズン終了までの契約を結んだ。オフに FA となった。2021年8月4日にフィラデルフィアセブンティシクサーズとベテラン最低保証額で契約した。恵まれた体格を持ちビッグマンながら 総力、跳躍力ともに優れた身体能力を有している。特にブロックショットはドラモンドの持ち味であり、大学在籍時は平均2.7ブロックを記録した。NBA 入り後はリバウンダーとして存在感を発揮している。ディフェンスリバウンドだけでなくオフェンスリバウンドにもよく絡み、2年目以降平均2桁リバウンドを記録し2016年には、 リバウンドを獲得した。その一方、フリースローはとても苦手としており、大学在籍時は成功率が30%に満たず、NBA 入りしてからもファウルゲームの的にされるケースが多く、2016年1月20日のヒューストンロケッツ戦では36回のフリースローの品げ数のうち23本を外すという NBA ワースト記録を樹立してしまったが、 2017から18シーズン開幕前にアイダン・ラビンの指導を受けたことで以降は成功率が60%前後にまで改善した。basketball-reference.com ありがとうございます。